して一番最初に思ったのがすごい軽いなっていうのと、あとやっぱりこうキレがすごい表現しやすい、こう道着の音がすごい決まったなって、こうすごい自分で実感できるような道着だなって思いました。やっぱこう軽さとこの可動範囲の広さがこの道着の良さだと思うので、すごいスピーディーな方にもすごく合うと思うんですけど、こうゆっくりの技でこうすごい大きな技を表現したいときにこの道着はすごい使えるなと思いました。型をやってるときにこう腕がこうすごい進むっていうか、こう行きたいところに行って、かつもうちょっとこう表現力を出せるようなこう間合いっていうんですか、間合いまでこう手が伸びるかなっていう感じがしました。海外の選手、こうすごい力強い選手が多いんで、そのパワーを出したいとなるとやっぱりこう手を早く走らせたりとか、こう早く移動したいと思うので、こう道着を軽くするっていうのはすごくこう画期的なアイデアだなって思うと思います。